どうも、イニミニということで、口角の上がる魔法の言葉、イニミニ言ってみてね。せいやです。そして西です。よろしくお願いします。いつもね、下りチューブでも個人チャンネルでも一緒にやってる、まあ、カメラマンって言ったらいいんですかね。まあカメラマンであり、カメラマンであり、ディレクターであり、はい、であり、もう、はい、まあオールスタッフというか、まあ、確かに、の西さんをね、今日は、おもてなしということで、まあ、実はもう仕事もね、今日お互い終わって、はい、そうですね、今日はなかなかハードな、もう24時ぐらいなんですけど、はい、ただいま、うん、待ってますね、そうです、12時、0時15分、まあ、ちょっと遅めの、はい、まあ、晩酌というか、ありがとうございます。で、今日は西さん初の、僕のマジの家なんですよ、はい、いつもの YouTube 部屋とかじゃなくて、はい、泊まってもらいます。ありがとうございます。まあ、奥さんと子供が、はい、ちょっと大阪で今、実家で、はい、いらっしゃらない。そうなんですよ、ちょっとこういうチャンスの時に、確かに、いや嬉しいです。いや、ちょっと前からね、日産にずっと世話になってたし、いやいや、こちらこそですけど、お返しせなあかんなと思ってたんですよ。で、結婚式の二次会も全部、はい、取っていただいたりとか、いやいやいや、はい、で、お世話になってるんで、ちょっと今日はもう、はい、食べてください。ありがとうございます。刺身と、まあそう、まあ、一応金目鯛チップスと、これ美味しいんで、で、まあ、ちょっと少ないですけど鶏はい、こういうのね、ここもあると思うんですけど、そうですね、なんかそうですね、余ってるというかなというか、まあまあちょっと、はい、腹減りすぎて2切れ食べました。いやですよね、そうそう、ちょうど2切れぐらい収まる、気持ちね、はい、気持ち少ない、やっぱ絵面が。でですよ、はい、ね、この刺身、はい、西さんが、ね、リクエスト、刺身食べた い,、うん、はい、べたいって、こちら、え、これね、俺楽しみにしてたの、開けんの。18年の白州、いや、すごい、これ白州で大体10年とか8年とか、はい、18年が、これ俺この前百貨店行って、こういう白州とかウイスキー専門店で買ったんですけど、はい、これ10万超えです。え、一本ボトル、え、お、開けちゃうんですか。日産と飲みたい。え、今日は開けよう。マジですか、これ。ありがとうございます。特別な日に、いい、これ、いや、ちょっとかっこいい。18年、すごい風格が。そう、これウイスキー好きな人は分かると思う、高いんですよ、ジャパニーズウイスキー。いや、そうですね、どんどん値段が上がってる。これ一本12万ぐらいしました。13万ぐらい。そんな飲んだことないですわ。ちょっと渋いもんな、ボトルの色も。この普通の、いや、本当に本当にかっこいい、これ。好き、西さんも好きじゃないですか、お酒。いや、はい、ウイスキー好きですよ。でも俺これを買うときに、うん、あ、西さんと小林さん、マネージャーに振る舞いたいなと思って。ありがとうございます。この日を楽しみにしてたんですよ。超嬉しいっすわ。あ、食べてください。ちょっとでも、これ見たら確かにね、はい、お、さあ、ポイス、いいグラスなんです。ありがとうございます。音もめっちゃいいな。いや、もう氷が喜んでる気がします。いいね。カタンがもういつものウイスキーと違う。まあ、ちょい薄めかな、うん、でもでもでも、まあまあ、とりあえず、はい。うわ、うまそう。うわ、うまそう。これぐらいにしといて。いや、そうですね。ありがとうございます。うわぁ。じゃ、俺もめっちゃ楽しめて、これ飲む。やっと飲めた。18年の白州。音とか聞こえてるかな。うー、ちょっと生ぐらい炭酸強い。じゃあ、はい、このイニミニチャンネル、はい、もう西さんと僕と、まあ、マネージャーでやってる、うん、そうですね、ようなもんなんで、はい、イニミニチャンネルに乾杯。乾杯。いただきます。
うまっ、めちゃくちゃうまい。鼻から抜ける香りが、はい、はい、でもなんかすごいスッと入ってくる、うん、上品さも飲みやすいですね。これちょっとこれは今日も開けよう2人で。今日も兄さん寝て帰っていいから風呂も入ってもらって、はい、風呂も満足いやちょこのね適当にかけていいですか。はい、美味しそうですねこのお刺身も。いいっすよね、はい、よしよしよし。なんか全然そのスーパーとかの刺身料理なんか良さそう。本当にいや二次会の撮影とかも急に頼んだしな、はい、三脚ね、はい、当日に、そうそう、はい、ほんとバタバタさして、いい、ちょっと今日はおもてなしなんで。ありがとうございます。いただきます。いただきます。うん、うまっ。タコ、うん、わさび辛っ確かとんでもない量入ってますよね。なんかまずいいね、うん、うまい、うまいな、最高、うま。その変に間埋めずに喋らんときましょうね、はい、今日はマジでゆっくり飲もう。そうですね、もう結構時間も時間ですし、うん、今日はなかなかハードな、ハードでした今日、はい、ハードやったわ。せいやさん特にこうやっぱ超ハードだった。ハードやったな今日、いろいろ詰まってたね今日はね。いやでもいいっすねやっぱ酒。いやもう本当にちょ一旦そのさっきまで一緒に撮影してて、うん、一旦解散して僕また家から来たじゃないですか、うん、その時にマジでも疲れて、家で一杯飲んじゃおうかなって思ったぐらい疲れててそっか。だけどいやでもちょっと我慢しようと思って。いやよかったです、我慢して。本当によかった。この拍手は俺日産と飲みたいと思って、これをもう本当にゼロの時に飲めて、いやちょっとこれハマるわ。いいウイスキー買って誰かと飲むっていう。確かに。やっぱちょっと一人で飲むにはね、ああ確かに、なんか寂しいというか、う、ね、やっぱ分かち合いたい。そう、いい酒すぎて、うん、ボトル12万ってなかなか買えないっすよね。すごい。儚いな。10年とかで3万とかかな。はあ、なるほど。確かね。すごい世界。いやだって山崎の7本セットとか1000万って言ってましたびっくりした。買うかって言ったけど1000万。白州の10年会社買えるじゃん。いやほんまに車ですよ、もうお酒ベンツとかと一緒、うん、でもすっごい値段上がってるって言いますよね。いやもうすごい今海外の人がすごい買い占めて、うん、どんどん減ってく一方でみたいな。すごいよ白州10年でまあ3万ぐらいか。はあ、うん、そう、多分いつも大体バーとか買う白州とは10年、はあ、塩分大丈夫ですか。しょっぱくするな写真。いやこの18年で跳ね上がんのよ。すごいっすね、うん、3万5万7万みたいなのが段、うん、なんかあって上から2番目ぐらいのやつ。すごっ。普段やったら停電いいけど、ほんまに日産と、いや嬉しい、お世話になってる人と飲もうと思って、せっかくやったら、うーん、うまい、うん、最高。めっちゃいいな。日産いいっすね普通に。いやもう最高です今この。結構頑張った日の後にこれマジで。いやいやもう本当に、いやーやっぱええなー酒は、うんうん、このなんかいつも時間に追われてる中で、うんうん、イニミニって結構撮影するじゃないですか。そうっすね、
これあるからもうじゃあ終わりでとか、こういうの、あ、いいっすか、こういうのあんまないっすよね。そうっすね。いいね。もうちょい濃いめで飲んでみていいっすか、ちょっと氷多いんで。いいね、おー、結構濃いめ。いいねー、綺麗な色、これ本当に琥珀色。いや、これいいね、いい音。うまゴルフやめちゃいましたね。まあまあまあ、まあ、いやもういいわけやけど、やっぱね、しゃあないっす。うん、なんかやっぱ手間かかるもんに今ハマられへんな。まあそうっすね、それありますよね。あ、濃い、美味しい。うん、くぅ、白州ってほんま何回も言うフルーティーなんですよね。なるほどね。ふぅ、またじいちゃんと会ったってくださいよ。あ、でも結婚式でご挨拶できて、ね、写真も一緒に撮ってもらって、うん、またカラオケしようなって。はい、言ってもらって。ほんま西さんの人徳やと思うわ。そのいやいや、そんな誰とでも。いやいやいや、なんか打ち解けるという。いや、そうなんですかね。いや、でもなんか、いや、俺の家で、この、はい、普通もう一人ぐらいね誰か読んでやろうと思ったんですけど、まあ、西さんやったら二人きりでいけるから。二人きりで今やってますからね、お泊まり会。確か完全にそうですね。ありがとうございます。これ大体もう一人いますからね。まあ確かに、うん、三人はおるよ大体。あんま二人きりないよ、こういうので。いや確かに、いやすごい本当に。確かに無人ですからね、このこっち側。ただもう三脚。もう一人おるもんね、やっぱりスタッフさんと誰か芸人とか、うん、 で、ね、で、お泊り会みたいなのあるけど、うん、無人でほんまに今サシで喋ってるだけやから、うん、うまい、うまいんかい。でもヒコロヒーともたまに言ってるんですけど、はい、まあ、僕らって言っても波ある仕事じゃないですか、お互いに、はい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 、エンタメ業界って。確かに。なんかまあ勢いある時はあるし、うんうんうん、このね仕事がどうしても減ったりとか、そう減ったりとか、こういう、うんうん、もう世界じゃないですか、どんな人でも、はい、でも酒友達だけは一生酒友達やなっていう。なるほど、かっこたる。なるほど、確かに。ど誰がどうなろうが、うんうんうん、この友達、しかもこの飲む友達って俺一個ね、いや、そうです、ね、強い気するんですよね、このなんか、なんやろ、またフットサルで集まろうなって言うより、あ、飲むって、まあこの、いや本当に、もう水と一緒ですから、確かに、当たり前の行為というか、うんうんうん、この絆はね、やっぱ深く、なんかなんていうかな、深いというか、はいはい、うん、逆か、浅く長くというか。なるほどね、確かに気軽に、うん、誘う分ちょっと、そう、はいはい、だから日産も俺そんな感じしますよ。いや確かに、うん、確かに、なんか仕事の関係もあるけど、あるけど、そうっすね、酒友達としてずっとね、うんうん、いやそうっすね、ほんとじじいになってもこうしてたりする。そうそうそう、うん、そういう意味じゃイニミニチャンネルは浅く長くできたらなっていうね、うんうんうん、そうっすね、気づいたらこのファンの人が、あれもう、あれはあれよって頑張って60万70万うん、うん、80万いや本当そうですね、粘って100万まで来たでみたいな日がいつかね、うん、来ればやっぱドーンっていかないっす、なかなか、なかなかやっぱ難しいっすね、難しい、うんうん、ほんまに難しい。理想はまあ、企画兼プレイヤーじゃないですか、うん、イニミニ完全に、はい、兄さん
ディレクター、カメラマン、編集、はい、はい、でほんまにブレーンがもう一人、あ、まあそうっすね、確かにせいやさんが全部出してる企画とか思いついてる状態だから、まあもう僕の日記みたいなもんというだからブレーンで、まあそのでもいろんな人兼業してるのはちょっと下降りチューブとイニミに例えば、うん、あ、なるほど、兼業してるとかはちょっともう例えばですけど白竹さんもイニミにもお願いしますとかはちょっとちょっと似たような企画で、うんうんうん、あ、こっちイニミにでやっちゃったからなとかもあるかもしれないね。それはもう白竹さん下降りチューブ集中してもらって、うん、佐川も、うん、ってなった時に俺はイニミの今後の展望として、はい、ほんまにイニミに押し上げたいねみたいな一般の方とかいたら、うん、まあ、どんな方か分からんけど、はい、作家志望の、うん、例えばラジオのハガキ職人とか確かにがやってくれたらなとかちょっと思うけどな、まあ、俺が今 100% でやってるけどそれが70ぐらいになって30考えてもらって、確かに。でも準備とかもう大変やん。そうっすね、もう本当に。いやもう YouTube ってね大変なんですよ、うん、そうっすね、うん、マジで今もう3人でやってるじゃないですか。せいやさんがなんか考えて思いついて、うん、小林さんにこういう準備お願いしますみたいな、うん、小林さんが場所とか仕込んでくれたりして、そうそうそう、で僕が撮って、そうそうそう、で、まあ、編集はその手伝ってくれてる方いますけど、うん、まあでも編集もまあ言ったらこうせいやさんに言われたニュアンスを僕がこう、うん、指示出して結構最小人数でやってますよね。本当そうです、チームとして、はい、そうやねんな。なんか、うん、そりゃ妻も長なるわ本当に妻長いな。そうめんみたいに、まあ、俺がやっぱテレビとか、うん、まあ今ラジオも舞台も毎月単独やって一、うん、人で、でまあコンビでもやりたいしイベントもそうす、ね、とかコンビで YouTube でテレビの企画もまあいっぱいあるし、うん、そのゲストで出るのも増えたしレギュラーもあるけど、単発もあるじゃないですか、はい、アンケートも打ち合わせもあるし、うん、考える企画もあるし、先生と漫才とか新しく書いたらゼロから漫才考える、うん、ってなってきたらね、もうね、うん、YouTube の企画ってもうどうしても、うん、ほんまに始まる前2時間ぐらいでキャスティングしたりとかもあるんですよ。そうっすね、とかあの、うん、あ、そういえばキャスティングだけしてたけど、しといて、うん、あ、忘れてたとか、もうそれ前日に手いっぱいすぎて、ね、もう申し訳ないし、いやいやこちらもあれですけど、はい、クマプロのドッキリとかはほんまに心からね前からとかあるけど、ラボおじさんだけとりあえず、うん、抑えといて、ラボおじが金きつやのなと思ってもう抑えて、で何してもらおうか考えてないみたいなとこもようある、うんうんうん、ってなった時にやっぱ一人誰かが、なるほど、俺の脳みそサポートというか、ね、脳みそまでいかんでもいいけど、うん、なんかね、うん、これこんもう考えとかな間に合いませんよって言ってくれるだけでも、あ、なるほど、そのクリエイティブを管理してくれるポジションというか、はいはい、確かにマネージャーさんは言ってもスケジュールと、うん、場所とかそういうのを抑えてくれるんで、いやーイニミニやっぱちょ最小人数すぎて、うんうんうん、まあ、確かに、じゃあまあ回らんな、やっぱ100万目指そうと思ったら、うんうんうん、確かに。でもやりたい人はねいっぱいいると思うんで、うん、どうしたらいいんですかね。まあなんかゆるめにちょっと募集みたいなしますそのしてみる。でも一回入れてさ、うん、まあもう言ったらなんか YouTube ってちっちゃい会社みたいなもんじゃないですか。はい、そうですね。なんか現場でオーディションみたいな例えばやって、うん、で受かって、うん、で1ヶ月ぐらいしておいみたいなやってくるやつやからで切れないでしょ、その追い出した時に。そうなんですよ、分からんけど例えば女の子とかやったら、うん、せいやに、乱暴されたんですとかさ、まあ、何言うか男でも、うん、金盗まれましたとかさ、パワハラされましたとか根も葉もないことを言い出すやつかもしれない。リスクもあるんですよやっぱ。確かにそれもある。いやそうなんですよ、確かに。
難しいよね、一般応募って。そうっすね、その応募してって。そう、うん、そうやねんな。だからやっぱそういう点ではやっぱちょっと、まあ、経験者って言ったらですけど、さ、現役の作家さんとかでね、うん、ミニミニ大好きな人とかだったらちょっと確かに、うん、ありがたいですけど。いや、こんなんや。いや、例えばね。いや、そう。どうもなかったっすね。それ相当な度胸っすよ、そのせいやさん。いや、例えば。とんでもない。出ますみたいな、あの、下げ進行してくれて、俺ら。一番芸人がきつい。ちょっと滑ってるかもです、ね。とか、すかしね。すかし嫌いですからね、せいやさん。いや、嫌い嫌い。さあ、ということで、はい、もう正直僕は結構寄ってます。もう僕もちょっと濃いかったの。そうですね、でもよかった。いい感じにね、いい感じに寄ってますね。はい、そうですね。ちょっとじゃあお泊まりの定番というか、え、飯テロいや、もう飯食ってんのに。はい、ちょっと次の動画で、はい、あるものを食べます。おい、イニミニレカピカレイライオニメカチカロリパパランパンプッシュ。